川尾浜田山虎マ・子不動産です。こんばんは。舞台では役者や歌手が顔や手とを見合わせ、セリフや歌を待ちます。まあ、また逆に抱き合ったり、取っ組み合いもあれば、絶叫、合唱、群衆が伴う場面も少なくありません。これが劇場の魅力ですね。多い満席の客席も魅力の一つであり、 汗が飛んでくるような臨場感が干渉の醍醐味となります。ところが、非接触型社会に求められる生活標識は、マスク着用で人と人との距離を最低1メートル、できれば2メートル開け、正面で対話する会を避けます。ある演出家とオンライン対話で考えてみました。一人芝居は大丈夫でしょう。文楽なら人形を使いは無言だし、 えー、タイタは対面では語らないから安全か、いろいろな方法を模索しております。話すほどにため息が出ても何とも切なくなってきました。ほとんどの舞台は表現の特設症から密集、密接、密閉の三密を厳格には避けられません。その現実がしみじみと分かってきました。それでは、お先に失礼します。